届きましたよ。ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオンの1周年記念で頑張ったあれでございます。私がそうですね、メソメソしながら実は全然大丈夫だったあれです。で、1個の特典はもう結構前に届いていたんですけど、私が遅くなりまして、で、さっき缶バッジの方も第2弾がね届いたので、こちらも合わせてご紹介いたします。缶バッジはニコくんでした。ニコくん、今のところブルーロックのメンバーの中で一番私と趣味が合う。やりたいもんデュエル。もう懐かしいですわ。もうあれから1年も経ってるんだ。いや、経ってないわ。1年は経ってないわ。1月だったから、3ヶ月。3ヶ月？もうこれで3ヶ月経ってるの。やだわ。1年があっという間だわ。こんなんじゃ一生もすぐに終わっちゃうから、もうちょっと日々噛み締めて生きるわ、私。まあ、チュン不動になっちゃったけど、いっか。ではまず、イサギくんからですね、ほら見てごらんよ。洗礼されたピースを。そうだ、ピースじゃない！ちょっと見えづらいけどね、ここのイサギ陽一に隠れてはいるけど、そうだ、これあれだ、サスペンダーパンしてるんだ。イサギくん、どこで覚えてきたんだい、そんなこと。でね、今回はみんなね、こんな感じで王冠がくっついてるんですよ。かわいすぎる。いいなぁ、このこなれてる表情がたまらない。目も素敵。私がね、そのむやみに蛍光的なグリーンを取り入れてしまうと、なんていうのかな、スタッフ感が否めない。イサギくんはね、選ばれてるよ。緑に選ばれてる。おめでとう。いいよね。だってこれ着こなせる人が世の中でどれぐらいいるんだろう。もう絶対に自分のことを普通面って言わないでね。イケメンって言って。こちらナギくんです。好きなところが多すぎてなかなか語るのが難しいよ。ここのね、ネクタイ入りきってない感じがすごく好きなの。やっぱりナギくんがここ、ちょっとね、胸元がファってなってるところ。安心できる。この間のビレ版の時にはね、ここ第一ボタンまで締めてて、ネクタイはキュッとやってたの。不安を覚えちゃって。なぜか不安を覚えちゃって。だからね、今すごく安心してる。ありがとう。で、ナギくんはね、白かね、黒がね、個人的に好きなんだ。だからもうこちら大好きですよね、そうなると。え、あ、ごめん、ちょっとちぎりくんに被ってあれだったけど、このさ、上に着るべきであろうジャケット、こう後ろにペッてやってるじゃん。様になってないと、もう着るか、置くかどっちかにしろって言われちゃうの。ナギくんはいいよ、全然小道具になってる。で、ちぎりくんだよね、ちぎりくん。そう。私の都合がいい。そう。私の都合がすごくいいのよ。こちらのちぎりくんが。え、ちょっとこういったものを着てほしいんですけど、さすがにね、ちょっと、ベタすぎですかねみたいなところがまさかの現実化。ありがとう。願ってみるもんだね。バチラくんもほら、この世に生まれた奇跡の人じゃん。この笑顔に、このピースに何人の人の命が失わ、違う、救われてきたことか。今どうだったんだろう。ちょっと混ざっちゃってプラマイゼロになっちゃった。え、パチラくんもすごいよね。黄色が似合う人ってすごいよ。それはね、才能だから。しましまなシャツをねじ込んだところがすごくいいよね。バランスが取れてる。パチラくんからも、表情からも、髪の毛の羽からも元気がもらえる。国神くんですね。ちょっと国神くんには話があるよね。そう、国神くんはね、ストーリーを追うとわかるけど、実は国神くん、パツパツなんだよ。一番大きなサイズを着たけど、パツパツなんだよ。ありがたい情報だよね。ありがとう。で、国神くんほら、カタクナにさ、カタクナだったかわかんないけどさ、おでこを見せてこなかったじゃん。ちぎりくんのおかげでね、爆神くんにしてもらったから。池神くんだっけ？いや、もうさらにいい男に磨きがかかりましたよ。ここのね、腕の線が好き。あー、国神くんよく似合ってる。もっとスーツ着てほしいな。いや、パーカーもいいよ。またね、前髪もアレンジしてくれると嬉しいわ。ちょっとこの表情どうしたよ。何この、包容力の塊みたいな表情。素晴らしい。で、レオくん、余裕。余裕が伝わってくる。いやー、レオくんのストーリーも良かったよね。なんだっけ。いや、最近ね、レオくんはいいことがありすぎて、ホワイトデーの時とかでもたに泣いてたし。うん。あれ？どの時だっけ？あ、あれだ。あ、監獄からの返礼だ。監獄からの返礼の時に、もたいもガチ泣きよ。こういった柄物ってさ、危険なのよ。合う合わないあるからね。レオくんだと上品にまとまるんだよ。すごいよね。やっぱりどうしても俺のパーティーにようこそなんだよな。楽しんでってくれよって言われてる感じですね。で、リンくんですね。うわーもう素晴らしい。リンくんもかっこいい。よく似合ってるよ。で、リンくんさ、あらゆるかっこいいポーズがある中で、この外してる時のものを選んだんでしょ？いや、リンくんが選んだわけじゃないかもしれないけど。もう撮影なんかやってられっかってなった時のワンシーンかもしれないけど、でもすごい絵になる。リンくんのこのさ、色だって身にまとえる人すごいからね。この色が似合うのだってもう魂の問題だもん。すごいのがね、このコースターね、めっちゃ分厚いの。わかりづらいか。でもすごいの。普段のコースターの4倍ぐらい分厚いの。すごい防御力が高いもん。だからちょっとやそっとなんかあったとしても防げる。だから多分これ私の残機だな。なんで7回分はしのげますね。
はい、そんな感じで、いかがでしたでしょうか。内容あったっけ。一周年記念はね、もうみんな素敵だったからね、もうまるっと欲しかったので、ね、1月頑張ってよかったです。ありがとうございました。